東京物語や天国と地獄などに出演した往年の女優香川京子さん。2014年頃ゴミ屋敷で生活をしているとの噂が流れました。大女優の香川さんの身に一体何があったのでしょうか。その真相にはある意外な理由が隠されていました。今回は香川さんの人となりがわかる内容についてもまとめましたので紹介します。香川京子さんのプロフィール。本名牧野京子。生年月日1931年12月5日。出身地茨城県行方市。身長162センチ。学歴東京都立第十高等女学校。経歴。香川京子さんは生まれてすぐに父親の仕事の都合で兵庫県芦屋市に移り住みますが、6歳の時に東京都豊島区に転居しました。その後、茨城県へ疎開しましたが、終戦後に東京に戻るとピアノを習うなど裕福な少女時代を過ごします。そんな中、バレエ白鳥の湖を見たことで、高校卒業後はバレリーナを目指そうとしますが、バレリーナを目指すには遅すぎると周囲から指摘され、進路に悩んでしまいます。ちょうどその時、新聞で戦後ブームだった美人コンテスト、ニューフェイスノミネーションの募集記事が目に留まり、応募することにしました。すると、応募者約6000人の中から見事合格し、新東宝に入社。1949年、映画、影を慕いての端役で女優デビューを果たします。翌年、映画、窓から飛び出せで目立つ役に抜擢されると、その演技が高く評価されていきました。その後、多くの俳優たちが映画会社と専属契約を結んでいた時代には珍しくフリーとなり、21歳の時には、小津安二郎監督の映画、東京物語に出演すると、一躍人気を博しました。その後も、東映の姫百合の塔や、東宝の天国と地獄など各社の名作に数多く出演。溝口健二監督の近松物語では初めて人妻役を演じましたが、当時まだ結婚していなかったため、どう演じたらよいか全くわからなかったといいます。溝口監督は具体的な演技指導はせず、ただもう一回というだけで、芝居は頭で考えたんじゃいけない。芯から役に入っていれば自然に動けるはずだという指導でした。そんな溝口監督に対し、芝居の根本とは何かを教えてくれて、今も大いに感謝していると振り返っています。1979年には映画、男はつらいよ、虎次郎、春の夢でマドンナ役を演じました。80歳代になってからも数々の映画やドラマに出演しており、現在も日本を代表する女優として活躍し続けています。結婚相手は、香川さんは1963年に読売新聞の記者と結婚しました。読売新聞の連載記事のモデルを務めたことがあり、夫とはその時に知人を通して知り合ったようです。33歳から36歳の頃には約3年間にわたって、夫がニューヨークに赴任することが決まり、香川さんも女優業を休止してついていきました。息子一人と娘一人に恵まれ、息子は都内にある中高一貫の有名進学校から東京大学に進んだエリートという噂があります。子育てが落ち着いてから女優に復帰し、2018年には結婚55周年を迎えました。ゴミ屋敷生活の噂とは、2014年頃、香川さんがゴミ屋敷に住んでいるというニュースが広がりました。このニュースの出どころは、2014年に深田恭子さんが主演を演じたドラマ、サイレントプアでゴミ屋敷の住人を演じたことでした。香川さんは自宅がゴミだらけで、
近隣住民に迷惑をかけるという役を演じていたため、プライベートでもゴミ屋敷に住んでいるのではないかという噂が広まったようです。当然このニュースはフェイクで、実際には香川さんの家はゴミ屋敷ではありません。女優としての振る舞いが、2017年、今注目の若手女優小芝風花さんが主演を務めた映画天使のいる図書館に出演した香川さん。小芝さんは香川さんについて、本当に物腰が柔らかくて笑顔が素敵でキュートな方で、監督やスタッフさんたちへの接し方を見て、こういう女性に私もなりたいと思いました。崖のような険しいところで撮影したんですが、香川さんはスタッフさんに大丈夫よと気遣いながら歩かれていました。強いし優しいし、なんて素敵な女性なんだろうと思いましたと明かしています。同作の監督を務めた上田篤監督も香川さんについて、女優の鏡のような人ですねと話しています。また撮影中には小芝さんと香川さんの共演シーンで、小芝さんは最大のピンチに陥ってしまったそうです。小芝さんはとても大事なシーンなのに、なぜか自分でもびっくりするくらいに気持ちが入っていかなくて、どうしようと思ってすごく焦りましたと話し、監督も時間も迫っていたし、スタッフたちも焦っていて、自分も気の利いたことも言えないし、ちょっと現場に変な緊張感が漂い始めていたんですと言います。そんな中、小芝さんを絶妙にサポートしてくれたのが香川さんだったそうです。唐突に香川さんが自身の長台詞を小芝さんに囁くように語りかけ始め、小芝さんの気持ちが高まるまで何度も何度も繰り返し語りかけたのです。上田監督はその光景が本当に美しくて、女優としての何かを、日本映画を代表する大女優の香川京子から小芝風花へ継承しているような、そんな光景に見えてとても感動しましたと語っています。さらに監督は待ち時間に香川さんからいろいろな話を聞かせてもらったと話し、香川さんも若い時にいろいろ苦労されたそうで、女優をやっていると様々な山や谷があるとおっしゃっていました。小芝さんが困っていたあのシーンでは、これまでいろいろな経験を積んでこられた香川さんだからこそできた気遣いで、本当に感謝していますと語りました。続けて香川さんはセリフの語尾を一言変えるだけでも、ここを一言変えてもよろしいでしょうかと自分に相談しに来てくださった。お芝居はもちろん、映画人としてもとても尊敬しています。本当に多くのことを学ばせていただきましたとコメントしています。一方の小芝さんも、あのシーンは申し訳ありませんという気持ちが強いのですが、香川さんのおかげでなんとか撮影できましたと明かしていましたが、香川さんはそんな小芝さんを気遣い、私が10代の頃はあんなにできなかったわと伝えたそうです。香川さんは自身が多くの作品に出演し続けられる理由について、個性がないことと語っていますが、大女優でありながらこのような気遣いができるところも、長く女優として活躍している秘訣なのかもしれませんね。現在は、香川さんは2018年日曜劇場この世界の片隅にに出演し、21年ぶりとなる同枠での出演が話題になりました。同年、日本アカデミー賞の会長功労賞を受賞しています。2019年には NHK のドラマ詐欺デカに出演、さらに2022年6月公開の映画峠最後の侍にも出演するなど、現在も精力的に活動しています。香川さん自身、現在の私は当時の俳優さんや監督のお話をする語り部だと自称していて、かつて共演した昭和の名俳優三船敏郎さんや長谷川和夫さんをはじめ、小津監督や溝口監督らの昔の話を語り継いでいます。
90歳となった現在も女優業を続けている香川京子さん。戦後の映画界を知る数少ない女優として、これからも一つでも多くの作品に出演してほしいですね。今後の活躍も応援しています。あなたはどう思いましたでしょうか？日本の女優としてのあり方をこれからも継承していってほしいと思った方は、高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。